あの第一回の列診以来、その後千数百回の余震に、人々はどれだけ脅かされたか。その初め、未だかつて知らぬ、ケウの自信に、私たちは、なすところをさえ知らなかった。つくづくと思うことは一大辞書に際する、かねての精神の単元遺憾ということである。生観と、鎮友、こうした心情によって、私たちは、 初めて誠の死の道に立つことができるのである。ああ、私の庭の赤いハゲートはハゲートとしての営みをその避けた土の上にも忘れてはおらない。崩れた山の畑にもゴマはゴマとしての知恵を完全に巡らしている。潜在一ぐのこの尊い体験を私たちは心から感謝してよい。すべては鮮やかに生まれてくる。 よく見、よく察してくる日によく処するということが、私には何よりつつましく信じられた。驚きを驚きとし、恐れを恐れとして、正しく恥じ、正しく帰り見ることによって、私たちは初めて救われるであろう。こういう非常の際には、人々はその平然の常識をさえ失ってしまう。恐るべきを恐れずして、恐るべからざる者を恐るるは化覚である。 自ら今しむべきの何たるかを知らずして、また何をかましめむとなしたであろうか。だが、警察では早くも市民の義勇隊を募った。町の人々は共本した。噂は噂を生んだ。竹槍、銃器、刀剣の類いは取り出された。この間に続々として、避難の男女が西し、東した。ああ、彼らはもはや、 ほとんど生殖がなかった。木の幹のままであった。ただかろうじて歩むというだけであった。ただ恐れていた。ただ生きむことを願った。ただ、先へ先へとあてもなく逃げればよかった。しかも、たく食職追い、小座をか次、そぎだけを杖にして、謹慎の安否を案じ、法遊の救援に赴く者も,もまた一つとして、視線の懸難に惑わさるはなかった。 あの時、私は頭上に微笑こそ負ったが、幸いに命はあった。私の妻子も過労じて逃れてつつがは,はなかった。共に、私たちは機運を得た。私の家は大破は、したが不思議に倒壊を免れた。この山にこうした恵まれた家は他に一個ある霧である。それも、私の家に比べれば、まだ被害は軽くはなかった。 その他は、目に見る限りの邸宅が壊滅してしまった。それどころではない、この私の住む小田原の町全部の家屋が、ほとんどことごとく倒壊した。しかもその大半は猛火に焼かれて、一夜のうちに、ぼうぼうとした焦土を溶かしてしまった。圧死、焼死、相次ぎ、悲惨とも無惨とも言いようがなかった。クワウルニ山は、崩れ、 崖は、なだれ、海上は起こり、暴風雨は遅い、物資の急防、流言飛後、それらは耐えざる、余震とともに、災害のある限りをもって、生き残りの人々を試した。私としても、生死をさえも遠くには知られなかった。一時は、行方不明とも伝えられた。当然のことであった。その頃、道に合う人ごとに、 互いの無事なのに驚かされた。そうして、命だけは助かりました。命だけは、と言い交わしていた。それほどの凄まじさであった。その夜から私たちと隣の寺の家族とは、つい前の妄想や部に寝た。さそして簡素な竹林の生活が始まったのである。月が消え、雨が降り、闇にも人々が棺を担いできた。 後には夜だけ裏の竹林に移った。傾いた壁もともない私の暗室に支柱をして、とにかく私たちはかろうじて安敷を得た。窓には他からインドザーラサの窓掛けを引き剥がしてきて夜風を防いだ。昼間は前の竹林にいた。私たちはタクシーや馬劇の椅子や塔のネイスやをその中に据えた。 誰やらが竹の一つに壊れた六角時計をかけた。聖堂の仏の面をかけてくれた人もあった。その竹林からはよく海が空いて見えた。私は笑って、私の竹林生活がいよいよ寒木になることを思った。隣の寺の和尚は四五羽の鳥と三匹の猫とをほったらかしで逃げた。無論本尊物も取り出さなければ、 威牌もほったらかしであった。墓場は墓石がう崩れに崩れて3、4軒も前に泳いでいた。段下がよく勘桶を担いできた。そうしてお尚は、と聞いた。私は、お尚さんは、よその寺の裏山に避難している。と答えることに赤面された。私は茶碗に水など入れて、その神号へ持って行った。 竹林には赤い大きな木魚が転がされていた。また草むらの中から、樹図が出てきたりした。倒壊した寺の屋根の上から、どうして飛び乗っていたか、ボンボン時計が時折、ボーン、ジーン、と時を打った。実に一歩、山を下れば、そこはもうさんたる地獄の姿であった。義翼伝寺の竹林の中では、 すでに避難者等のこもごもにあらゆる先避な物欲の争いが起こっていた。混雑と共感とガキごと。とても私たちの住めるところではなかった。私は山に踏みとどまってよかったと思った。でも、この寺の山にも夜は輪行が燃えるのであり。一時、かっこの障壁はなくなった。鉄条網は踏み崩された。 菜園も庭園もすべてのものとなった。しかし、五六日過ぎると、富舎はまた鉄条網を張り出した。ああ、そのうちに、傾いたミミズクの家の前には、白萩が咲き、香りの高い西洋生姜の花が咲き、薄赤い芙要が、篠垣の前に咲き盛り、木と赤とのカンナがいよいよ輝いてきた。庭には赤いハゲイが燃え、かっこりの薄紫が匂い。 トウキビの毛がたれ、トマトが売れかけていた。つくつく帽子が鳴き、中秋のモノアレさが、そこらここらに涼しく動いた。いい季節、いい生活。私たちは初めてのびのびした。こうした生活こそ、本当のものである。貧気はまれば、心の富が不満する。私たちの竹林は、全く楽園であった。 私は思った。文外のこの風光を楽しむ今の境外のもったいなさ。この上に何を願おうぞ、と。誠に相模の海が竹林を越して朝夕明るく輝いていた。時々にその怖い色が群青に重金に銅銀に変幻した。うごには海岸だけが暮れないになった。無理だな、と私は妻を帰り見ていった。 私はタバコの吸い殻を心ゆくまで吸った。